いけない、こっち曲がっちゃった。こっち曲がっちゃまた、あ、ついてたから、ついてたからって言い方変だけど、ちょっとまあもうすぐだから梅見に行きますか。梅、梅でもちょっと見てみようか。まだ咲いてないと思うけどね、ソラの梅林。ソラ梅林、まあ、この先あそこがね、前アイスクリーム食べたとこ、私にしては珍しく、アイスクリーム食べたところですね。ここね、アイス工房小田原、本日は閉店休み。この辺なんですけど、まあまだちょっと寂しく咲いてる、うん、まだだね、全然まだだね。さすがにソラの梅林全然まだだね。来月ぐらいかな、そろそろなんかちらほらこの辺ちょっと入ってみる。ちょっと今日あんまりさ S だからさ、細い道入りたくないけど、よいしょ、これは違うね、これはみかんだよねこれはみかんだよね。だからこういう細い道はさ SL で来るべきなんだけど、まあしゃあないね今日ね。すみません、この辺は1個2個3個あでもね、どうだろう、ちょっと待って、よいしょ、つぼみ、つぼみだね、つぼみ、これね、うん、つぼみです。だからこれ今月来月ぐらいかな、つぼみは結構、うん、まだでも膨らんでないですね、結構ついてますよ。花どっかにないかな、さっきその辺に1個2個あったな、ね、1個2個、映ってるかな、映ってる、この辺ね、これね、はい、目の花、かわいい花が1個2個3個1個2個3個おいおい大丈夫かよこの還暦お前還暦なって1個2個3個とか言ってる場合じゃないよね。もう、いや、大変失礼いたしました。もっとね、大人にならなきゃいけないですよね。そう、まあ私のチャンネル、10代の方とか20代の方、ほとんどいないですけど。これね、ほんと、言葉遣いもそうですけど、そういうちゃんとした、あ、大人だってさ、まあ、自分がね10代の頃とか、まあ、20代でもさ、60なんてさおじさんじゃないですよね、おじいちゃんだよね、もう、うん、おじいちゃん、そう、その年にもう今自分がなってるんだからね、これ恐ろしい話ですよ。それで1個2個3本とか言ってんだよ、いや情けないちゃ情けないよね本当に、うん、ということで蘇我の梅林を通り抜けてということで、ちょっとまあ S ね久々乗ったんで、ラーメンも食べたし、はい、雑談、そば、おお、ちょっとここ、自称、南足柄観光大使としては、南足柄観光大使、南足柄じゃねえか、ここ、小田原市だな、まあ、隣ということで許してください、蘇我梅林ね、神奈川の景勝50銭、蘇我梅林、はい、なんか SJ さんみたいな感じになっちゃいますけどね、はい。じゃあここで、絵面がいいからここで終わっておきますか。品種一郎梅
全国市長会会長、小田原市長中井一郎さん、中井一郎さんがついた、一郎梅で終わっておきますか。はい、はい、あ、こっちは違うな。記念植樹、神奈川県知事津田文吾、文なんとかさん、はい、神奈川県知事、はい、いつも言いますけど、内山岩太郎さん、初代神奈川県知事でございます。やっと還暦、ちゃんとした大人らしい情報を提供しました、島間でございます。はい、ということで、今回も最後までご視聴いただきましてありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。それじゃあ。